マイクロコントローラー製品群の総称である。2016年以降は、マイクロチップ社によって、製造、販売されている。何かの略称ではなく、AVR で一語である、と、アトモルでは言っている。もっとも、初期は、アーキテクチャ開発者である、ノルウェー科学技術大学の二人の学生、アルフ・エギル・ボーゲンとベガード・オランの名を取り、 アルフとベガードによるリスクの意味があったという。PIC 同様に、回路構成が簡単で CPU、メモリ、I、O、データ記憶用のイ p r o m クロック発信回路、タイマーなどが1チップに収められており、書き込まれたプログラムにより制御される。ISP に対応し、コンパレータを内蔵すると、I-8051 ピンコンパチヒミヤ外部に、ラムや I、O を増設する。 外部バスのあるものもあり、電子工作を行う人の間で人気がある。ISP には、インサーキットシリアルプログラミングや JTAG という仕組みがある。品種によっては、USB コントローラーを内蔵した上で、ドフ対応、ブートローダーをプログラムした状態で出荷されるものがあり、それらは、外付け回路なしに、USB 接続で、プログラミング可能である。また、 ラインが変わっても、基本的な CPU コアのアーキテクチャが変わらず、ラム空間がリニアであると、C 言語でのプログラミングを意識しており、さらにアセンブラを含んだ統合開発環境、AVR スタジオが無償配布され、GCC も対応しているため安価に開発環境を構築できる。MCS エレクトロニクス社より 4K バイトまでのコード生成が無償使用できる。 バスケマブルというベーシックを基調としたコンパイラーが公開されている。液晶表示コマンドと即実用可能なコマンド満載で、C 言語やマシン語にアレルギーのある人でも、簡単に AVR を使用できる。プログラム格納用の ROM は全品種でフラッシュロームを採用している。ハーバードアーキテクチャである。期限となった 90S シリーズと、それを大容量化、I。 王を拡張したメガシリーズ、高機能化、低消費電力化、低電圧対応したタイニーシリーズがあり、今後はメガシリーズとタイニーシリーズを主力する方向であるが、90S シリーズもまだ多く使われている。すでに品種数がかなり多く、廃品種となったものも多いため、流通量が多い、主な品種や著名な品種のみを取り上げ、特定顧客、特殊用途向けは割愛する。 ありがとうございます。